シーク・フェルト音楽学園中等部単独ライブゼロス開催。可愛く、そしてかっこよく。皆さんこんばんは、D4DJ リリカルリリー白鳥くるみ役、そしてシークフェルド音楽学院小鳥役の深川るかです。よろしくお願いします。そしてはい、皆さんこんばんは、シークフェルド音楽学院中等部大神白役の松沢香音です。本日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、海辺みく役の久下心です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、シークフェルト音楽学院中等部森安久里奈役の佐藤ゆりやです。よろしくお願いします。はい、3日間にわたり有観客で開催される D4DJ DJ タイムプラスラウンジ、ディグラーの皆さんと一緒に DJ タイムやスペシャルトークが楽しめる内容盛りだくさんのイベントとなっております。この時間は、シークフェルト中等部 DJ タイムと称しまして、シークフェルト音楽学院中等部の我々4人がスペシャルなお時間をお届けしますので、最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、私たちはですね、ゲームアプリ少女歌劇レビュースターライトリライブ、通称スタリラに登場する学校シークフェルト音楽学院の中等部 のキャラクターを担当しております。はい、はい、本日はですね、高千穂ステラ役の青木ひなちゃんがいないんですけども、はい、普段は5人で活動しております。今回は4人で頑張っていきたいと思います。はい、私たちはですね、10月に初の主演舞台をやらせていただきまして、はい、ファーストシングルもこの間発売されました。うんうん、皆さん、舞台来たよとか CD お届けいただいたりとか、嬉しいです。そしてですね、舞台の第2弾が来年の2023年に上演決定しておりますので、うん、そちらもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、何か今喋りたいことがある方はどうぞ。あ、急だね。雑な振りだね。急な感じね。言うべきことは今言い終わったから、何かあれば。あ、じゃあ、えんちゃん。そうね、あ、でも私たち初の DJ なのでちょっと緊張してるよね。そうだね、いや、めっちゃ緊張はしてる。だから温かい目で見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。いや、お客さんがいっぱいいてめちゃくちゃ、なんか突然緊張してきた。 ね、緊張するよね。みっしり入っててみんな、ね、皆さんペンライトを持ってきていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。奥の方までスキャンからもいるね。いるね、いるね。ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、ということで、短い時間ではありますが、最後まで盛り上がっていきましょう。はい、観覧の皆さん、ハッシュタグ D4DJ DJ タイムで感想などをぜひぜひつぶやいてください。お時間が許す限りね、リアルタイムでも読み上げていきたいと思いますので、ぜひ。今もなんかね、ここにね、タブレットがありまして、見れるんですよ、見れるらしいです。今ぜひぜひコメントしてください。うん、今みんなごそごそしだした。ぜひツイートしてください。ごそごそしてください。ツイートタイムで急げ急げ急げ。あ、始まった。リバさん、里ゆりツインテール。あ、そうなんです、ツインテールです。基本私おろしかなんかポニーしかしないからさ、うん、なんかすごい強そうだよね。強そうって、強そう、ツインテールして強そうって何、ね、可愛いって言ってくんない。大学印象強そうって言っちゃった。みんなつぶやいてくれてる。お、始まった、始まった、始まった。すごい、なんかツインテールに触れてくださってる方が多くて嬉しい。他になんかないですか。松田も可愛いよ。あ、ありがとう。さっきも言ってくれたの。村新さん、ルカルン振りが鬼で草って言われて。え、なんてなんてなんて、ルカルン振りが鬼で草って言われて。誰だ言ったの。あと、なんだろう、デコダシルカルン、かわいいイジオさんが、また聞いてないよ。聞いてないね。ごめん、この距離で喋ってるのに聞いてないよ。ごめん、何何何、ルカルン、おでこかわいいって。あ、ありがとう。デコダシかわいいよ。あんまり普段さ、おでこ出してる姿見ないから。でも稽古中は出してたから。みんな稽古中はね。でもこうね、表に出るときにおでこ上げてんの、ね、ほぼ初ぐらいで恥ずかしいね。キラキラツルツルのおでこを皆さん。やるのちゃんもおでこあるけど、2人ともおでこ組だからね、うん、そこ今おでこ組初めてだよ。おでこ組
デコボミ。いやでもみんな可愛いっていうあのツイートがすごく多い。嬉しい。ありがとうございます。やった。いやでもあれをクゲ心の後ろに刺さってるピンもピンク色でね。見えます？ピンクカラーよねって。ピンクちゃんカラーのピンク。メイクさんにね何つけますって言われて、うん、ピンクが。のキャラクターにピンクお願いしますってピンクつけてもらった、ね、かわいいさりげなくミンクちゃんから、うん、え、拍手ピンでありがとうございます、ね、本当にありがとうございます、ね、あそうだあのみどりさんコラボドリンクの旗かわいいそして美味しい、うん、飲んでくださってる方、うんね、ここから見る限り結構いらっしゃる、ね、なんか机の上のグッズが飲みました、ね、なんかさっぱりしてて美味しかった、うん、すごいね皆さんグッズも机に並んでる方もいらっしゃって嬉しいですね。この後もねいっぱいいっぱいあの DJ タイム終わった後にね、うん、ツイート読んでいけたらと思いますので、はい、じゃんじゃんツイートしてください。はい、はい、というわけでですね、はい、ここからは松沢進行お願いしますよ。ではねありがとうございます。何最初はねこちらのコーナーということで私も DJ したい。イエイ。ありがとうございます。パチパチ。はい、私初のさっきも言ったんですけど DJ なんですけど DJ したいということで私が実際にセットリストを組みまして、うんうん、プロの DJ さんにつなげていただきましたので今からやっていきたいと思います。はい、じゃあ松沢なんか言える範囲で聞きどころとかある？そうですね、まあすごい好きな曲を集めたっていうのではあるんですけど、うん、最初なので結構明るめなアップテンポの曲が多いかなっていうぐらいはちょっと今言える範囲でありますかね。なるほど、はい、じゃあそうですね、ではではプレイしていきたいと思います。はい、頑張れ、応援してるね。頑張れ。あ、今日深川 VJ やるので。そう、VJ 深川ルカ、ルカちゃん VJ だよ。拍手拍手拍手。一応私は本業で参ります。あ、今気づいた、ここに立ってたんだね。え、ほんとだ。今日ステラちゃんの分まで頑張りますよ。ほんとだ。かわいいね、ひな。かわいい。ステラちゃんからひなぴよひなぴょん頑張るからね。見ててそこで。見ててね。すごい、あのリハで暴れすぎて曲がっとる。え、なんで、なんで、え、こっち側にあるの変えな、取り替えな。あ、これ変えな、変えな。こっちにあるよ。あっちにもある。あ、ある。じゃあちょっとね、こっち使ってないのあるよ。まっすぐなやつを使わせてください。もうステラにした。確かに前の人は聞こえるかも、マイク持っててもいいよ。分かんないか。いいんだよ。ん、マイク持っててもいいんだよ。あ、どうぞどうぞって言われてもまだ ね、こんな感じです。中途部はいつも本当に。どうですか、準備はいいでしょうか。はい、では行きたいと思います。まずはこの曲、ディグディライト。ディグディライトを落とそう、回りめくり
しい瞳、足根っこ足すべりしなやかに、恋を追いかけてる私たちのことをニャンって呼んだらいい、ニャン秒でもニャン時間でもニャンデンでもニャンベロンでもニャンソーでもひらり飛び越えて、可憐にたおやかに不敵に勇敢にその時迎える、恋は宇宙的な秘密猫である、いつか探しに行こうね。
んですよ。まだ盛り上がりますか。ありがとうございます。星を追って私たちの序章が今開幕デビューよ。憧れ追いつけ、気高さのリレーでつなぐ可憐なプリンセスにもね、なりたいでも強さも持ち続けよ。小さな星だから気弱さもあるけど、転んでもキラキラと笑顔で見せる。私たちそっと見つけてくれたの、まだまだシークレットがステージを染めてくよ。尊さだってあるの、ちょっと涙こぼれても内緒にしていてね。シークベルトのほら新たな希望をぎゅっと誇りを胸に秘めたリトルスター。ありがとうございました。はい、ということでですね、皆さんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。よかったらですね、感想とかツイートしていただけたら嬉しいです。私の選んだ曲はやっぱ最初言ったように盛り上がれるような曲をたくさん選んだんですけど、楽しめましたでしょうか。よかったです、ありがとうございます。
あの最後ら辺のワイルドスクリーンバロックとかはダイバナナちゃんのソロ曲だったんですけど、映画で私すごい心をつかまれまして、どうしても曲入れたいと思って入れたりとか、あとみんなでね最初の方ニャンニャンできたので初ニャンニャンでしたけど、 ありがとうございました。どうでした、私たちできてました、ちゃんとできてた、ニャンニャンさせていただいた、先輩、先輩、先輩、 ありがとうございます。私の方が多分やってなかったと思う本件なのでね、ゆかちゃん、ね、かわいいと思って見てた、ね、そうニャンニャンやってくれてありがとうございます。皆さん感想ぜひね今の間につぶやいてください。佐藤ゆりあが今ちょっと拾いますので、みんな急ぐんだ、みんな急いで、もぞ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 ガサゴソ。あ、M 原さん選曲いいね。あ、私か、ね、VJ のポイントは、いい、確かにそうか、 VJ のポイントですね、1個話したいのあったけど、これは、うん、全部終わった後に言おうかな、最後に回しましょう。あ、でもそれこそワイルドスクリーンバロック、うんうん、ナナちゃんのやつはナナちゃんのイラストを出したんですけど、うんうん、あ、今出るのかな、かいい後ろ、 あ、出ました。あ、ちょっと待って、出た、私切り忘れてた、これですね、かっこいいですよね、これこれはあの、ジュンナちゃんとのレビューのやつなんですけども、いい、うん、こちらにですね、あの、このね、火の粉をちょっとずつこの出してて、で最後になるにつれてちょっとずつ濃くしてって、最終的にはなくすみたいなやつをやったんですけど、なんかいかにも戦闘中って感じのやつを出したくて、めっちゃかっこいい、やってみました。これもね、曲入る前もね、あのこれ出したりとかね、ちょっとバグったみたいな、あ、ね、見た見た、うん、ちょっとナナちゃんのこのかっこよさ表現できたらなと思ってやりました。あ、ごめんね、みんな、何？すごい、いや、すごいなと思ってめっちゃまじまじ見てた。ごめんね、普通に画面切り返してた、ごめんね。こんなになってるんだ、へぇーすごいよね、ルカルの隣でやってくれてて、心強かった。いや、皆さん、あ、かつお節さん、松沢さんの選曲最高すぎるって、うん、パキパキ、ありがとうございます最高、照れますね。なんか一発目って感じの瀬取りでめちゃめちゃ良かったですよね、うんうん、そう、なんか一発目だからちょっとやっぱ盛り上げたいなと思って、うんうん、あのこう静かな曲というよりはやっぱこう元気な感じの曲が多かったかなって、うんうんうん、松沢っぽくていいと思う、うん、すごく、あ、確かに、確かに、他にも羽根妻さん、はい、近すぎて泣いちゃった、うん、いや私らもこんなに近いと思わなかったからすごいびっくりしながら、めっちゃすごい目合ってるもんね、本当に、うん、はい、ということでですね、あの次のコーナーへ参りたいと思うんですけども、続いてはどなたが、どなたでしょう、私です、久美さんですね続いては私、久美がこのコーナーをお送りいたします。私も DJ したーい、はい、あ、かわいい、かわいい、はい、ちょっと待って、どこだ今、あ、松沢さんだけずるい、私も DJ 経験は、台本、待って待って、棒読みじゃない、今から読みます、私カンペを読みます、私もDJ 経験はないけど、DJ したいということで、私も実際にセットリストをね、プロの方につなげていただきました、うんうん、あ、セットリストを組んで、プロの DJ さんにつなげていただきました、うんうん、はい、ということで、はい、ココロちゃん、言える範囲でなんか聞きどころとかあるんだけど、うんうん、どんな感じになってるか、そうですね、私なんかもう、カノンちゃんでちょっと飛ばしすぎて、ね、もう汗がすごいんですけど、大丈夫、顔、ティッシュあげたい、ティッシュで抑えたいやばいけど、あ、ほんとだ、大丈夫、大丈夫、かわいいから、かわいいから大丈夫、かわいいから、そう、だからもう、ね、かわいいよね、これあと2回続けたらどうなるんだろう、確かに、ちょっとそうだね、息切れしすぎない程度でね、皆さんも水分補給しっかりしながらね、あ、ティッシュ、すいません、ありがとうございます、じゃあ2枚ほどいただきます、すいません、ちょっと拭いてくんない、はいはいはいDJ タイムでね、そんなオープンに見える感じでいいの後ろとか向かないんだ、これ皆さんちょっと見といてくださいね、遅いな、ちょっと遅いな、あんまり見れる機会ないですよ、やばいやばい、失礼しますね、はい、はい、失礼します、あ、これ大丈夫ですかね、あ、髪を直してあげてね、髪もね、あ、こちらでよろしいでしょうか、 ありがとうございます、はい、どうぞ、皆さんが多分目に焼き付けたと思うのでね、はい、どうぞどうぞ、どうですか、私いました、今どこですかね、あ、聞きどころあればなんか、あ、聞きどころ今言いましたっけ、言ってないよ、汗の話になる、汗拭いてただけです、聞きどころはですね、ミンクちゃんにね、うんうん、ね、うんうん、お師匠である一栄先輩がね、一栄先輩あれじゃないですか、あれなんで入れたんですけどあれですよ、あれあれなんで入れたので、まあ
そこもね、楽しんでいただければ、ね、まだ言えないもんね、とにかく公家の好きを詰め込んだ、うん、曲ヘッドリストとなってるので、うんうんうん、楽しんでいただければ嬉しいです。頑張ります。ということで、楽しみましょう。こっちおいで、こっちおいで、青木さん見ててね。次心ちゃんだよ。ひな、ひな見てて、ひなぴよちっちゃくなって、こんなにちっちゃくなってそれ本人聞いたら怒るよ。私は振りなんていうのか分かんない。多分ひなぴよならいい返しをしてくれるはずさ。ああ、ここに置くとこあるからね。使いな。置いてもいいですか。いいよ、使いな。覚えました。大丈夫です。大丈夫ですか。いいよ、いいよ。そうね、準備してね。準備してね。ペンライト持ってね。それでは行きます。まずはこの曲、連覧カウントダウン。せーの。 D4DJ タイム、皆さん盛り上がってますか？最後まで一緒に楽しんでてくださいね。そのペースに運が無視して、自分力を反転して恋をしない。 Let me see 天のこと連れて行ってあげる。皆さんも一緒に。一つ持ち寄って今日だけは許して秘密の集い、空気より少し大事なこと、とってもいいこと思いついちゃったよ。ちょっとやそっとのいたずらじゃないよ。笑ってるみんなが大好きなの、楽しいこと。世間知らずって褒め言葉、
舞台。ぜひ一緒に手拍子で盛り上がってくださーい。そう言われても仕方ないわね、しおり。ウィ・ドゥースマン、ここはもう舞台の上や。言いたいことがあるのはレビューだね。勝手に出ていったの、ある日急に空っぽになってしまった部屋。そうだ、もう知ってくんでないだなんて。吉野兄弟カストルとボルクソでもすれ違い喧嘩もする。そうたまにはね、認められない、認めてくれない、悔しさは私にだって覚えあるわ。魔法の一人前に扱ってくれない、あなたはいつまでたっても。みんなでレッツポーズ、もう一度レッツポーズ、もう一度レッツポーズ。どういうことよポンズって。 Call and response、 Call and response、 みんなでレッツポーズ、みんなでレッツポーズ、もう一度レッツポーズ、もう一度レッツポーズ。どういうことよポンズって。ありがとうございます。街へで魔法よ空に
振られ与えられた役を演じだけじゃ不完全。閉ざされたこの時代へ未来を描きたいの。ビクビクしてナンセンス。出番待ってるだけの日々じゃもうつまんないな。もっと刻んで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 消えないように強く。もっと生きて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 、ひらめきを放て。一つ幕が降りて、また次の新たなる舞台まで。輝く思い燃やせ強く響け。刻めば1,2,3 ラストはこの曲です。皆さん最後までありがとうございます。盛り上がりましょう。心さん、こちら世界のポイントは、はい、私もう言えるようになったので、あ、ポールスターとかスターパレードとか、なんかこう歌詞を見た時、歌詞聞いた時に、うん、なんか中東部のなんかこれからを思い出して、なんかファンの皆さんへの、舞台装束家の皆さんへの中東部からのなんかメッセージもなんかあるなと思って、今回入れさせていただきました。はい、どうでした？なんか喋ろう喋ろうと思ったら何回も同じこと言っちゃった。はい、ということでですね、こちら次が最後のコーナーとなっておるのですが、誰がお届けしてくれるのかな。はい、もう最後なので、ね、それでは行きます。佐藤さんがね、私も DJ したい。さすがのお松だね、はい、すごい声量がすごいですね。勢いがね、マイクが、はい、私もね DJ したいということで、私も実際セットリストを組みまして、プロの DJ さんにつなげていただきました。はい、いやすごいね、これは私がただ本当に好きな曲を詰め込みに詰め込みまくった感じで、もうなんだろう、結構波があるのでね、うんうん、なんかとにかく聴いてほしい曲だけ詰め込んで、まあ、全部聴いてほしいんですけど、うんうん、特にっていうのを詰め込んで、こういろいろこうして構成されてるけど、そうね、ぜひ楽しんでください。はい、はい、それでは行きましょう。オッケー、最後だよ、最後だよ。ひな、ひなさん、ひな、いますか？最後です。ひなさん、ちっちゃくなっちゃって、はい、ちっちゃくなっちゃったかどうかわからないですけど、はい、じゃあちょっと待ってね、あれをあれするからちょっと待ってね。はい、佐藤さんちょっと作業があるので、はい、頑張ってください。かのんちゃんがさ、うん、こっち見てさ、にやーってしてくんだよね、さっきから。なんですか？ちょっとココロちゃんの発言が面白いなと思ってね。またまた。かわいいですね。
またまたかのちゃん面白いからさ、心ちゃんに言われたらちょっと大丈夫です、大丈夫です、ね、あ、今ちょっとあ機材を直しておりますので、はい、心ちゃんのさ、うん、の瀬取りの時にポン酢がね、そうポン酢も売れてなかった、出てきたんですけど、皆さんわかりましたか、今見せたら、あポン酢ね、今せっかくなら下にさっきスタッフさんが作ってくださったんですけど、ポールアンレッツポン酢、あで準備できたみたいよ、あできた、いやポン酢はまた後でなんか何かしらでね初回、あ名前書いてあるわ、これルカって書いてあった、そう、みんな書いてくれてんの、ルカって書いてあって青木の名前も入ってる、青木さんの名前もちゃんと入ってて、うん、青木はじゃあポン酢になりましたね、この下の部分は何なんだすごい謎発言ですが、ポン酢になったということで、ポン酢になったのでした、やめてポン酢になりましたやめてなりましたなりましたよね、はい、次行きましょう、はいはい、なりました、それでは最後盛り上がる準備できてますかはい、それでは行きましょう、1曲目、千里一里物語、力なり、リ悩んで、オープンセサミン、リ魔法の鍵を探してる、勇気集め行こう、何もていたの、外キラキラ、中ふわり、中等部、あなたはどこに、見たことのない形や、触れたことない厚さに、憧れ聞かれるなら、こう出して手と手を取り合って、レディーゴー、走れ走れ走れ、心に冒険、I'm not afraid to die.
Thank you.
Thank you.
かりの星たち輝き方も知らないままであの憧れをその日から伸ばした手は宙をつかむステージライト眩しくて思いがけにされそうな時も立ち向かって何度破れてもたどり着きたい未来絶望のその先運命のレビューへ弱さ支えぶつけ合って愛を胸に戦いを誇りある挑戦を心に光を灯す新たな星となる受け継ぐべき栄光を決して過去にはしないから僕だけの時代へ今この手にメガリア半年でいっちゃダメよお嬢さん猫も歩けばそびえるのがハードルね変じゃたるもの全力お嬢さん届いたの出てきてもいいよドキドキが騒いでるもっと閉じ込められない世界は広いんだけど近くに感じていた君は今頃どんな景色を見てるかな折り目をつけた台本には新しいことは何もなくてセリフはそうに馴染んでるから閉じてしまってもいいか眩しいからきっと見えないんだ私たちの行き先すぐに見つけに行くからね飛翔のように私にぴったりの未来が待ってるんだ改めまして今終わりまして、はい、瀬戸凛のポイントとかお願いします、うん、いやなんかいっぱいあるんですけどいやとにかくなんか私テンポのいいこう不思議なテンポの曲が好きなのと、うんうん、多分聞いて分かったかなと思うんですけど、うんうん、その独特のテンポのやつとあと、うんうん、こう壮大なスローな曲がね、うんうんうん、好きなのでそれを組み込んでで最後に歌った曲が私たちはもう舞台の上ってククグミさんのね曲で中東部のオーディションのね、うん、曲なんですよ ね、 そうだね課題曲でしたねそう課題曲で歌った曲でいやねこの曲があったからここにいるって感じのすごくすごくね大事な曲なんですごいなんか3曲さ3曲じゃないわ3人分踊った後に歌えるかめちゃめちゃ不安だったんですけど大丈夫めっちゃ声出てたから大丈夫でしたか楽しかったですか
よかった、ありがとうございます。はい、よかった。以上、DJ 佐藤ゆりやでした。はい、はい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 、はい、VJ を務めたんですけど、こちら最後はですね、ああ、なかったもん。ああ、こちらカレンちゃんでね、締めさせていただきまして、いい、ね、これは、うんうん、あの、ひかりちゃんとね、この最後にタッタッタッタでこの切り替えで出してたんですけども、なんかやっぱり最後2人出したいなと思って、うんうんうん、あとさっき言ってたあの全部終わったら言うって言ってたのが、あのこの映像、うん、なんかアルカディアの曲流れてた時に、うん、全部これにしてたんですけど、なんか一番それっぽいなと思って、ぽいぽいぽい、いやめちゃぽい、そうそう、なんでも使えるなと思って、吸い込まれていった。さっきさ、なんか神々しいよね、アルカナ用の、そうそうそう、アルカナ用のね、神々しいよね、なんかね、めちゃめちゃいい、あの衣装っていうか、あの舞台にすごいぴったりだなと思って、これに全部してたんですけど、気づいてくださったのかな。ナイスチョイスです。皆さん気づいてるみたいです。へへ、よかったよかった。あれ、佐藤ゆりやさん、私の台本持ってってませんか。あら、あ、これ交換してください。あ、交換ですね。どっちも一緒、まあ、でも変わんないんでね、どっちも一緒よ。あ、何か特別なメモとかあったらちょっと怖いなと思います。特別なメモはい、ということでですね、楽しい時間はあっという間ということで、そろそろ終了のお時間です。はい、最後にイベントの感想とメッセージはあの佐藤ゆりやさんからお願いします。はい、初めてね、一応 DJ というね、ものに携わらせてもらったんですけど、すごく楽しかったです。皆さん楽しかったですか。よかった。またね、ぜひ機会があればやってみたいと思うので、その際はぜひまた中東部の応援もぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、では久下心ちゃん。はい、あ、ちゃん、はい、ちゃん、久下心ちゃんです。あんま言うことなくてちょっと今止まっちゃった。フルネームで ね、 いやね、言うことない。私な、何喋ろうかなって考えたけど、なんか下手に喋るとあれだから、楽しかったです。ありがとうございました。見た皆さんとお会いできるのを楽しみに。拍手、拍手。ちょっと私今喋ってるんだけど、何かな。あ、そう、それ鳴らしたかった。ちょっと、ちょっと喋るよ、喋るよ、喋る。楽しかったです。また皆さんと会えるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、気をつけて帰ってね。はい、じゃあ次、松沢かのん。はい、本日はありがとうございました。まあ最初ちょっとめっちゃ緊張したんですけど、トップバッターだったんで。でも、すごいみんなの顔見ながら、ペンライト一緒に振って楽しむことができてよかったなと思います。すごいちゃんと後ろの方まで見えてますからね、皆さん、ね、はい、もう気をつけて帰ってください。本当にありがとうございました。はい、最後はルカルン。はい、深川ルカルス、本日はお越しくださりありがとうございました。ビーボー DJ、 ほら、ルカちゃん喋ってんだからさ。はい、私はですね、あの D4DJ という方ではあの VJ をやらせていただいておりまして、こうしてね、シークフェルトの方でもいいよ、触りな、喋って喋って喋って、喋ってくれないで、始まるの、いないものだと思って。分かった分かった。シークフェルトの方でもね、こうやってあのスターナイトのククグミさんメインでね、こうやって DJ タイムをやることができて、それの VJ として関わることができて、とても楽しかったです。やっぱりね、 VJ のこの映像を組んでる時ってすごい時間かかるけど、この曲はこれがいいんだろうなとか、こっちにしたらすごいエモいんだろうなとか、そういうのを考えるのもすごい楽しくって、だからこうやって3人と一緒にできてとっても楽しかったので、またなんか次回中東部のイベントとか D4DJ のイベントあったらぜひ来てください。ありがとうございました。 D4DJ、 ありがとうございます。ありがとうございます。ルカちゃんとってもいいこと言ってるのに気になってしょうがなかったよ。気にしないで、いいよ、好きにやるな。次の私のコメント言ったら本当に終わりになるけど大丈夫、もうやり残しない、締めましょうよ、大丈夫、これでいいね、盛り上がってるね、よかった、盛り上がってて。はい、ということで以上で終了となります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、上手の方から、あ、そうでした、ご挨拶を、ご挨拶を行きましょう。ご挨拶は行きましょう。わーい、ありがとうございました。明るいから顔がよく見える。ありがとうございました。明るい、こんなにいっぱい人が、ね、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、はい、ありがとうございます。次、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな足元気をつけるんだよ。すごい、ありがとうございました。揃ってる、全部揃ってる。ありがとう、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 
がとうございました。あ、今日も可愛いよ。ありがとうございます。すごい、私が仕事書いてるじゃん、ここで。ありがとうございました。カメラにも手を。わーい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。またね、またね、バイバイ。シークヘルト音楽学院中等部単独ライブゼロス開催。可愛く、そしてかっこよく。